ザ・港町みたいなこの景色いいですね。もうこの時点でなんとなく綺麗さわかるよね。見てください、これすっげえ透明。毎度多趣味なニートです。あ、目の前に富士山見えますよ。ほらほらほら。今日はですね、サムネイルにもある通り、本州で一番水質の綺麗な海水浴場へ遊びに行きます。水質が綺麗とかどうやってわかるのって話についてですが、環境省がですね、毎年水浴場の水質調査というものを行ってまして、その結果がホームページで誰でも見れるんですよ。この調査は海だけでなく、全国の川や湖など水遊びができる場所全域で悪質な病原菌がいないかなどを調べるために行われているものです。でその令和4年版の結果が7月に公開されたのですが、水質が特に良好な水浴場というものが全国で10カ所公開されており、その10カ所のうちの一つ、静岡県沼津市にあるラララサンビーチが今回の目的地です。静岡県からはこのラララサンビーチの他にも3カ所がリストに入っているのですが、全て沼津市だったので代表してラララサンビーチへと行ってきました。ちなみにそれ以外にリスト入りしている海水浴場は沖縄県のうるま市や東京都の大島など全て離島です。なので本州で一番水質が綺麗な海水浴場だと言い切れるわけですね。そうこうしているうちに箱根の山を抜けて沼津市へとやってまいりました。ザ・港町みたいなこの景色いいですね。綺麗な海景色も見ていただきたいところですが、今回のメインテーマは海そのものなので、早速目的地へ移りたいと思います。他の動画でも綺麗な景色いっぱい撮ってるんで、よかったら後で見てみてください。それではラララサンビーチへ行ってみましょう。というわけでやってきました、静岡県沼津市のラララサンビーチです。今回はここに一式入ってるからね、この箱をそのまま外せちゃうんですよ。最近のバイクなかなかすごいでしょ。まあとりあえず人の少ないところにテント張っていきましょうか。行くぞ。はい、テント完成です。いや普通にロケーションいいでしょ、これ富士山見えるし。気づいてる人もいるかもですが、このテントはこの前のキャンプツーリングで紹介していたアマゾンの格安万能ソロテントですね。万能でしょ。で今回はいつもここのとこにつけてる GoPro を、これこれ防水ハウジング、こいつに入れて、で自撮り棒、はい完成です。こいつで海の中を撮っていきたいと思います。ちなみにこの動画は視聴者さんが普通に遊びに来て楽しめるようにと想定しているので、足ひれとかシュノーケルとか特殊な装備は一切使ってないです。泳ぎやすい学校用の海パンと水泳で使うようなこの水中メガネ、そんで背中がヒリヒリしないように長袖の速乾インナーを着ているだけですね。そんじゃ海に入っていきたいと思います。それではラララサンビーチの海へ入っていきましょう。もうこの時点でなんとなく綺麗さわかるよね。見てください、これすっげえ透明、冷たくて気持ちいい。じゃあちょっと奥の方まで行ってみましょう。さすがに人が歩き回ってるあたりは濁ってます。これ奥の方まで全然行けるっぽいんで、ちょっとあっちまで行ってみましょうか。だいたいこれぐらい離れました。ちょっと潜ってみましょう。
you
はい、撤退準備完了です。もしかして喋らない方がいい動画作れる極小チャンネルなので、よかったら意見や感想を気軽にください。ってことでバイクに戻ってきました。たくさん泳いでお腹ペコペコ。せっかく沼津市まで来てこれで終わりももったいないので、この後は地元のとっておきグルメを紹介したいと思います。やった。ラララサンビーチから約15分ほど海沿いの道を走ります。風が気持ちいい。あ、ここってもしかしてミラクルウェーブ。やってきたのはこちら、宇宙浦漁協直営のアジのお店、イケス屋さんです。たまにテレビとかにも出てるのでよく激込みしてますが、ここのアジ料理はどれも絶品なのでぜひ食べてみてください。今回はお昼時をずらしたので30分ぐらいで食べられました。見てください、こちら、こちらが宇宙浦漁協組合直営の引きアジお作り定食です。もう待ってられる余裕はないので早速命に感謝、いただきます。あー、たまらねえぜ。いやー、最高にうまかった。ごちそうさまでした。こんな感じで沼津市にあるラララサンビーチと地元のグルメであるイケス屋さんを堪能してきました。旅の楽しさ伝わりましたか？まだまだね、日本中に行ってみたいところがたくさんあるので、これからも旅の動画を随時投稿していきたいと思います。視聴者の皆さんもこんなとこいいよとか、こんなとこ行ってみたいなって場所があったら気軽にコメントに書いてください。まだ YouTube 始めて半年ぐらいなので、感想とか気になった点とかも本当気軽に書いてくれたら嬉しいです。みんな一緒に成長しよう。ということで、多趣味なニートの旅動画ラララサンビーチ編はこれで以上です。また次回の動画でお会いしましょう。またね。